バイオハザード5オーディオコメンタリー。あなたのうちにはなんかモデルガンが噂によって山ほど100兆ぐらい置いてあるって。違う違う違う、300兆今300兆すっごい増えてるんだよ。だからサバゲー行くときにね。あ、どうもすみません、バイオハザード5のプロデューサーの竹内です。同じく、バイオハザード5プロデューサー川田です。今回は、オーディオコメンタリーを収録するということなんですけど、そうだね、ちょっと2人で、まあ、こんなぐだっとしたノリでオーディオコメンタリーに挑戦みたいな感じでいいですかね、こんなノリで大丈夫なんでしょうか。今日はだからちょっとしたのをね、あの皆さん買っていただいたファンの方にお礼じゃないですけど、ちょっと裏話も交えて、そうですね、話していければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはいきなり象徴的なシーンからに実はなってるんですけど、もう結構真面目に入ったね今ね。こうやって改めて今出来上がったのを見ると、これができたのって結構最後の方なんだよね。そうですね、はい、このゲームどうやって始まるのってみんな言ってたよね何気にこの BGM もあのディレクターとあのアートディレクターの方ですごい喧嘩してましたね。喧嘩してたね、本当に。でこの突入シーンが、自衛隊の方監修でやってたというのがそうですよね、実は非常に軍事関係に詳しい方がそうやってたね。でこのシーンは非常にグロいですよねあれを店頭で流していいのかどうかっていうところでちょっと揉めたりもしました。この入りがあった時に、今度のバイオ5って、はい、あ、ミリタリーなんだみたいな感じだったよね。なんかかなり、そうですね、現代的というか、ゴシックホラー的なものはちょっと薄くなったかなという気がしますね。で、まあこのアフリカのシーンですよね。うん、ですね。一番アフリカっぽいこれカットじゃないですかね、今回。そうね、何キロ運転してきたんだって話だよね、こいつどっからものすごいテンション低いですからね、もう入りから。で今回のクリスって最初は実は全般的にテンションが低くいこうっていう話だったじゃない。で、ジルがいるかもって話になってからガゼンテンション上がるクリスみたいな男って引きずるもんだからね。わかりやすいですよね。そうそこまでなんかいろいろ思いがあって恋愛感情までには行ってないっていうのがすごいですね。でこの入りって狙ったんだっけ。狙ってますね。ああ、この車で入るっていうのは、ね、なんかバイオ4を引きずってるのかもしれませんけれども。このなんか2人 の, あの出会いのシーンっていうのは非常になんかしっくりきてるなと。うん、本当にそうだね。で表情も非常にここら辺凝って作ってるなと思いますね。これはもう鬼のような平林というスタッフが非常に強力な監修をしてましたんでもうスタッフ泣きながら作業してたというふうに聞いてますけどね。 GDC でもなんか偉そうに喋ってたよね平林はでもこの男は女を見るたびにジルを思い出してたのかっていう話だよねかなり下水人間になってしまわないですか、そうなると。そこまではさすがに。いやでもそれだけ重かったんじゃないの、やっぱクリスの中でね。引きずり方が。全然ジルと似てないんですけどね、シロは。似てないけど、やっぱりなんかこう引きずるみたいな。でも、凛としたところがやはりジルと似てるのかもしれませんけどね。バイオに出てくる女性ってみんなこう気の強い女性が多いですよね。これは、なんだろう。歴代みんな趣味が共通してるよね割と女性に対する、うん、でこう守られるの好きじゃないみたいな。これは M なんですかねこれね結構尺が長いシーンでメモリーに入れるのが大変だったよね、このワンシーンはね、うん、ウロボロス自体はかなり開発の初期段階でできてたじゃん。そうですね。
詰め込み方というか熟成のさせ方っていうのは、うん、多分一番トップクラスの、出来だったんじゃないですかね。そうだね、これあんまりやっぱ最初に力入れて出来も良くなってきたからじゃあってことでこれをやっぱメインで今回押そうよって話で言ってたもんね、はい、実際に非常にもう作り方難しいものさになってますからね。そうだね、俺説明聞いたけど未だにどうやってんのかよく分かんないんだけどふーんそうなんだって感じで構想自体はあの初期にできてて実際にその作り方も決まってはいたんですけれども、 それが実際にゲームに落とし込むまでには非常に時間かかってましたね。やっぱじゃあさっきの話戻っちゃうけどエクセラに言われてるよね、ジル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 言いやがってみたいなこの辺とかもね、実際じゃあ開発がいろいろやりますよって言った時にどこまで表現できるのっていう言い方してたじゃん、はい、あれ向きになったよね半ばあのシーンとかもやっぱりフレームワーク使ってるその技術を実はこう分かんないところでさりげなくすごい使ってるシーンで、さっき最初の下からのライティングのシーンもそうだし、さっきのガラス越しもそうだし、全部これをワンシーンの中で、ね、メモリー読み替えずにウロボロスも出してっていうのは、ちょっとなかなか他のエンジンじゃできなかったかなと、もうフレームワーク、MT フレームワークのこれ最終形態なんですかね、 1.0 に関して。そうそう、バージョン 1.0 台の最終形ってことで、処理的にはもうこの当時だとかなり限界値だった。某 CG 会社の偉い人がこれを見て、あーゲームのプリレンダーもすごくなりましたねっていうことをおっしゃってたって話を聞きましたけどそう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 、ちょっとねうちの会社に遊びに来られて見た時に、あここまで凝ったムービー作るんですねって言われて、いやすいません実機ですって言ったら、また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 信じてもらえなかった、信じてもらえない、ここライト消したりとかこうリアルタイムで処理してますよっていうのを見せて、その後言葉を失っておられたっていうのがね印象的ですね。こう都合何回か出るんだけど、何回も出すときにやっぱネタって苦労したよね現場で正直今回ウエスカーはもうやっぱり早い段階から決まってたし、クリスとウエスカーの話っていうのも決まってたんだけど、そうですね、はい、ウェスカーを語るときにやっぱりねスペンサーとかあの辺は語んなきゃいけないよねって話になって、はい、このシーンが入ることになったよね。スペンサーがですね、この絵が上がってきたときに思ったんですけれども、うん、誰もがこれがスペンサーだっていう感じになったんじゃないのかなと、うん、誰からもこれが違うって話じゃなかったですよね。そうだよね。エクセラなんかも何パターン作ったか分かんないですからねでもシナリオ上さ、実はさそのゲームになってなくてこう尺とかの問題で、はい、ボツってるとこのスペンサーの話って結構熱くて深いじゃん熱くて深いですね、うん、このおっさん自体はやっぱりバイオハザードの中でも、まあ、最後の大物の一人みたいな扱われ方されてるんで、結構シナリオライターの方はそのスペンサーのバックボーンとか頑張って書いてるね、泣く泣く削ったところだよねまた何か機会があれば出せるといいんですけど、でもね、これだから何かこういう話を振った責任として何かやんなきゃいけないような気がするね、そのうちね、頑張ってくださいもうアンブレラクロニクルやってる方ですが何を言うクロニクルといえば川田正親みたいな、いやでもこの人悪そうですもんね、この人がね、なんでこんな車椅子に乗ってコードいっぱい下げてっていうところとかあるじゃん、なんかあそんなことまで考えてんだみたいな話があって、でゲーム中はこうやってあっさり死んじゃう、ね、あれだけこう生きることに執着持ってる人間があっさり殺されてしまうっていうのも、ね、なんだかこう象徴的なシーンではありますよね。そうだよね。でも開発チームもなんかちょっと象徴的にこのシーン作ってたよね、うん、今までのバイオシリーズのそのストーリーラインっていうところでここで大きくストーリーライン変えていこうみたいな、そうですね、うん、決意表明ってこの辺にも出てるかなと思うね、うん、
に誰でもそのバイオリスを手にしてテロリストになる可能性がある世界になってしまいましたよ的な、はい、やっぱこうダークヒーロー的というか、まあ、ヒーローじゃないんですけれども、うん、悪役としてのウェスカーってのは非常によくできてるなと思いますね。できてるね。この人自体でも黄金の顔になるまで苦労したよね今日は皆さん、こんなオーディオコメンタリーでしたが楽しんでいただけたでしょうか。どうもまた機会がありましたらね、なんかもっといろんな裏話ができればと思います。はい、それじゃあ、はい、さよなら。